せっかくだから今日もね、ドクターキャピタルの特別音楽理論講座やろうと思って、よろしいですか？やってみましょで、なんか今まではよくリズムとかコード進行の話をしてきてるんやけど、よく考えたらメロディーの話あんまりしてなくて、う。本当ですか？今日はメロディーの話しようと思って。楽しそう。ちょっとドローン作りますね、まず。なんかインド音楽っぽくない？インド音楽っていうのは、まあ、伝統的なインド音楽はコード進行がないね。だからもうメロディーのその表現力がもうすごいパワフルで、それにもうめちゃくちゃ深く感動する。だから僕もメロディーの話したくて、ちょっとドローンを作ってみたんやけど、かっこいいですね。まずは一つ一つの音の感じをちょっとなんか調べてみよう。まずはドを歌いましょう。せーの、ドー。このドっていう音、皆さんも電車の中でもいいからドって歌ってな。ドー。これどういう気持ちになる？この音は怖い？盛り上がってる？落ち着いてる？普通って感じやな。まあしっかりはしてるけど、落ち着いてて普通や普な。通の音。じゃあちょっとそれに対して、次行くで。レ、せーの、どんな気持ち？これはドとはちょっと違うな。これ落ち着いてる？ち着いてはいないんじゃないのかな。普通な感じ違うやろ。普通じゃない感じはしますね。がちょっとはドよりドレ、ちょっと僕気分が上がった感じが少しはするけど、一段階段を登った感じはし登っますた感ね。じはしますね。そしてなんかもう感情で言えば、もう希望が少し湧いたっていうそう、か。なんか天井の窓が少し開いた感じ。ああ、そうそう。なんかもう今までは僕行き先のわからない道を歩んできたけど、少しもうもう帰り道が見えてきたかもしれない。少し光が遠くの方に見えてきますよいいね。ね。で、またなんかの手触りがあるな、例っていうのは。僕としてちょっとベルベットを触ってる感触っていうのを感じるけど、健太君は。確かに、どうの何も起きてない時よりも少し肌触りが感じられる。ねえ。まあ、どうと擦り合ってるっていうのもあるけど、じゃあほな次行こう。み、せーの、みはいいな、みはいいな、明るいな。どんな感じこれ？なんかクラシカルな、なんか礼儀正しい感じ。ああ、前向きやろ。前向き。前向き。これ嬉しい音やと思う、このみっていうのは。まあ恋人とうまくいってる感じかな。うまくいってるやろ。じゃあこのドレミの中でどれが一番良かった？まあ人それぞれやけど、僕はミがいいかな。僕も身がいいと思う。ミいいやろ。ほな次行こう。ファ、せーの、ファはすごいな。すごい。ファはすごい。気持ちは落ち着いてへんやろ。落ち着かない、落ち着かない。全然。なんかしたい気持ちやな、これは。ひょっとしてミに戻りたいかもしれない。戻りたい。ファミ、これはもうすごい気持ちいいな。ミに戻るのは気持ちいいし、もう特にこのファだけ出てても、やっぱりこれは何かの願望を表現してると思う。落ち着きがなくて何かがしたいけど、なんだろうって。落ち着かない気持ちが。ねえ。ほな次行こう。せーの、ソはどう？弱々しい？そうは弱々しいとちゃうやろ、全然。どう？
かというとドに近い。ドに近い、うん、でもドよりはドはかなりなんか落ち着いてたけど、うん、ソはなんかやる気満々な感じがちょっとする。やる気満々な感じがするね。で、ちなみに僕たちが今言ってるのは僕 C メジャーで弾いてるからドレミファソっていうのは CDEFG やけど、これ移動度の世界で今僕たちがそれぞれの音の、特徴を調べていってて、例えばキーを A メジャーに変えたらそのドっていうのは A の音になる。要は置き換えても同じお話ってことですよね。ですよね。だからソっていうのは、まあ、そのあるキーの5番目の音はやる気、やる気に満ち溢れている、もうなんかするぞって、うん、なんかするぞ、ファはなんかしたいな、でもなんかするぞ、ほなもうちょっと復習しよう。ドとファとでどっちが落ち着いてる？ドとファだったら、そう、ファはすごい落ち着かない。ファドド、ほなドやな。で、レとソとでどっちがやる気満々？レ、ソ、ソ、やる気満々、やる気満々、ソやろう。で、ドレミファソのうち、どれが一番嬉しい？ドレミ、ミやろな。さてと、僕たちが作曲家だとして曲を書きます。で、その一番嬉しくなるミの音を強調的に出す部分はどこになるかな？ A メロ、B メロ、サビ。一番強調したいとき、そう、一番嬉しくなる音を出したい、その一番盛り上がるとき、A メロ、B メロ、サビ。サビ？サビやろ、うん、サビのところでこそそのリスナーたちに気持ちよくさせてあげたいでしょ。気持ちに抜けるように。もうさてと、実際にサビのところでミは強調されてるか、うん、ちょっといろいろと僕今までの YouTube コンテンツで弾いてみたけど、これは麦わらのミレミファファミ、マリゴールドやけど、やっぱミから始まるしミで終わるし、ミレミファファミ麦わらの、このファミっていうのも入ってたな。さっきの落ち着かないファからミに落ち着いていく、もうすごい気持ちいいな。じゃあもう最近の曲だけかな。どうだろう、ちゃうやろ。鏡の中のマリオネミレミファミレドシシソソミ、これもミから始まるしミで終わるし、ファミも入ってたな。ミレミファミレド、またこのミレドっていうのがポイントで、なんかもう一番嬉しい音から一番落ち着く音に下がっていくっていう、ミレドっていうのもなんかサビっぽいかもしれんな。じゃあもうベビーメタルは、せいやそうや戦うんだソミレドドドドレド、やっぱミレド入ってたな。入ってますね。涙の数だけ強くなれる、ミレドミレスソソラシドラシミミ、これもミから始まるしミで終わるし、ミレド入ってたな。ミレも2回入ってた、すごい入ってたやろ、うん、AKB は恋するフォーチュンクッキー、レミレドミソミラソミレレミレド、ミレド入ってたな。入ってた。風の谷のナウシカ、髪を軽くなびかせ、入ってた。もういきなりもう思いっきりミミミミミから始まるしミミミミミレラミレドドレミドレミレミレドナウシカ
ミレドヤン、ナビカセもミレドヤン、スピッツのチェリーは愛してる、もう思いっきりミレドヤン愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ファミファミファミやろ。だからミレドドミソラソファソミレド、もう2回も入ってるし、ドミソファミファミ、このファミファミもなんかサビっぽいかもな。もうな、サカナクションはこのまま君を連れて行くよ、ファミ丁寧丁寧丁寧に描くよ、そう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 シシドそうそうそうファミレミドミドミレミドドドド、まあミレドそのままじゃないけど、まあ、ミドミドすごい多かったしな。あほな、これはあの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、レミレドラドミソレドレミレドミレド、思いっきりいっぱい入ってるな。僕の大好きなE girls は Follow me, follow me, follow me, follow me, baby レミミ、レミミ、レミミ、レド、もうミっていう言葉もね、ミの音になってるし、これはめめしくて、めめしくて光を浴びて、これなララ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 ラミレレドレミ、もうめめしくてですらミレド入ってたな、入ってる。ドミレドレ、これどう思います？今僕12曲弾いたけど、もうほぼ全曲ミはかなり強調的に ねされてたし、ミレドも特に多かったな。ミレドも多かったですね。あとファミも多かったし、ファミもね、これきっと偶然やろな。いやいや、もう全然ちゃうやろ。偶然やったら偶然すぎる。偶然すぎる。もうソロ版の王様がわかると思うけど、もう7つの音を並べてあの音階のね、7つの音からランダムにとってその3つ並べた音がミレドになるっていうのは、まあ、うん、7×7×7 とかな、もう300の1分、300分の1ぐらいの確率やけど、うん、それがな、12曲 100% やで。 100% もうきっとこのミレドっていうのがちょっとサビっぽい、うん、そうですね。その一番そのさっきお話しした、ドレミに行くところとファーミファーミミレドミレド、ね、うん、もう皆さんもこれから好きな曲を聴くときはもっとやっぱりメロディーに敏感になりましょう、うん、別になんかもうあの分析してるっていうよりは、うん、なんかこういう風にあの細かく聞いてみて曲の中に入り込んで、うん、やっぱそのミレドとかどういう気持ちになるかとかね、僕たち今一回それをあのもうすごい意識しながらやって、そうするとその感情の、まあ、筋肉じゃないけどなんか感情が鍛えられると思う、うん、またあの敏感になると思う。だからこれからも皆さんも敏感になって、うん、もっと素晴らしい J-POP の作曲たちの素晴らしい曲にあの感動しましょう。深く感動しましょう。以上ドクターキャピタルの理論講座でしたけど、どうですか？楽しかったですね。皆さん楽しかったんじゃないですか？どうだったですか？コメント、コメント来てますか？ちょっと見ますね。タイムラグなんだね。タイムラグな。楽しかったって。うわ、よかったやん。よかった、楽しくて。よかった、楽しくて、ありがとうございます。うん。